おはようございます FM 技能湾防災防犯番組ライフサポートラジオ時刻は10時を回っていますこの時間は FM 技能湾より防災防犯番組をお送りしますお届けするのは FM 技能湾スタッフ田辺由紀ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は地域の防災防犯意識の向上を図りいざという時において 冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的ですできる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えしますこの番組ではご意見ご感想を受け付けています防災防犯に関する豆知識日頃から心がけているこ,こ,ことなど些細な情報でも構いませんメールアドレスは 七九七アットマーク fm ギノワンドットコム数字の七九七アットマーク fmginowan ドット coom fm ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。fm ギノワンのホームページから見ることができます。 またサイマル放送リッスンラジオでも放送していますパソコンでお聞きの方は同じく FM 技能ワンのホームページに再生ボタンがありますそちらからお聞きくださいスマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオ略してリスラジより全国のラジオ局から FM 技能ワンを選曲しお聞きください完全全編同時放送でお楽しみいただけますそちらもよろしくお願いします のあとはお知らせ、新聞記事から防災防犯情報をお伝えします。ではまずはじめに八重山日報本日二月一日の記事からお伝えします。 災害時の通信経路確保県ネットワーク開局式典県は昨年10月25日に整備が完了した沖縄県総合行政情報通信ネットワークの開局を記念して式典を開催しました総合事務局や各市町村関係者はじめ企業など 76機関から人が出席しましまたこのネットワークは災害発生時の防災対策を円滑に実施することを主な目的に沖縄県と市町村県内離島と防災関係機関などを結ぶ都道府県防災行政無線として使用します。平常時にも 県消防指令センターの消防救急無線など県民生活を重要な通信県民生活の重要な通信手段として活用されます。この通信ネットワークは無線と有線によるネットワークで災害時に一つの回線が途切れても複数の回線で通信経路を確保します。 被害状況により即座に県が市町村と連絡を取り合い、自衛隊出動の特別要請などの対応が可能となります。また、災害発生時に被災状況をいち早く把握できるように、県庁や浦添の前田中継局などには、公所カメラが設置されました。持ち運び可能な下半型無線機も100台導入され、 県内全域で情報収集や適切な指示、伝達が可能となります。続いて、同じく八重山日報、今日の記事です。今日、沖縄に自衛官派遣。米軍ヘリ不時着検証。小野寺防衛相は三十一日の。 参院予算委員会で沖縄県で相次いだ米軍ヘリコプターの不時着をめぐり2月1日に自衛官を米軍普天間飛行場に派遣して米軍が実施した点検整備の状況について確認・検証すると明らかにしました安全の確保を最優先の課題として防衛省・政府として取り組むと述べました 米軍の A11 攻撃ヘリは8日と23日に相次いで沖縄県内に不時着しました陸上自衛隊が同系列のヘリを運用しており防衛省は整備の見地がある自衛官を派遣します在日米軍も31日陸上自衛隊の専門家と2月1日 普天間飛行場でヘリの整備手順などに関して情報交換をすると発表しています。以上、今日の八重山日報からお伝えしました。 えー、このご紹介した記事ですけれどもね、えー、こうやってあの日米共同で安全の点検をしていくということで、少しねあの安全点検に向けて動きがあったのかなと思います。えー、ででで並行してですね、えー、自分でこの 落下物から身を守るためには何ができるかということをちょっと調べてみましたけれども特にそういった訓練を行っているところというのは、えー、ないということで今日はねあは普天間第二小学校の方では訓練が昨日からですかね始まるということですけれども、まあ、ちょっと似たような違いますけれども弾道ミサイル落下時の行動というサイトからご紹介します。 弾道ミサイルが発射された場合の、えー、取るべき行動について、えー、もし北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する場合弾道ミサイルは極めて短時間で日本に飛来すすることが予想されます仮に弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合には政府としては24時間いつでも全国瞬時警報システム J アラートを使用し緊急情報を伝達します。 えー、J アラートによる伝達の内容ですけれども、えー、サ,イレンがサイレン音があります、そして、えー、携帯電話にミサイルの発射情報を伝える緊急速報メール、エリアメールが配信されます。 こちらは、ね、NTT ドコモのサービスを受ける Android 端末 J アラートの情報を英語、中国語、韓国語でも受信することができます。そしてこの情報を受け取りましたら落ち着いて直ちに以下の行動を取りましょう。屋外にいる場合は近くの建物の中か地下に避難しましょう。 外にいる場合は近くの建物の中や地下に避難しましょうできれば頑丈な建物が望ましいものの近くになければそれ以外の建物でも構いません建物がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守りましょうそして屋内にいる場合は窓から離れるか 窓のない部屋に移動しましょう。窓から離れるか、窓のない部屋に移動しましょう。また、近くにミサイルが落下した場合には、屋外にいる場合、口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉性の高い屋内、 ままたは風上へ避難ししょう口と鼻をハンカチで覆い現場から直ちに離れ密閉性の高い屋内または風上へ避難しましょう屋内にいる場合は換気扇を止め窓を,窓を閉め目張りをして室内を密閉しましょう。 換気扇を止めて窓を閉めて目張りをしましょう弾道ミサイル落下時の行動として、えー、外にいる場合は近くの建物の中や地下に避難しましょう建物がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守りましょう室内に屋内にいる場合は窓から離れるか窓のない部屋に移動しましょう この三つ覚えておいてくださいでは次の話題です今日はねちょっとお天気が荒れていますので最初に天気予報からです今日は天気予報 曇り時々雨北の風強く後やや強く曇り昼過ぎから夕方にかけて雨になる予想です波は4メートル後3メートルになるでしょう今日の降水確率午前中40%午後50%夜は30%の予想です日中の最高気温は18度那覇で18度になるでしょう沖縄本島地方では 今日、夕方まで北の風が強く吹く見込みです。また沿岸の海域ではしけており、湿気や波の高い状態は明日にかけて続く見込みです。強風や高波に注意してください。沖縄地方は前線や大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇りや雨の天気となっています。 はい、今日は、ね、風が強いですよね、海はねしけているので、高波に注意してくださいね。はいそして、えー、続いて、沖縄気象台からですね、低温に関する予報が出ております。えー、2月3日からですから、あさってからの1週間は、かなり気温が低くなるという予想が出ております。 えと平均よりも2.2度低いという予想です沖縄地方では平均気温が平年よりかなり低くなる確率があります農作物の管理などに注意してくださいまた今後の気象情報に注意してください 今後、えー、3日からの1週間にかけて気温の低い状態が続く見込みです。えー、沖縄気象台からの天候警戒情報をお伝えしました。では一旦 CM です、えー。CM の後は今日はですね、えっ、ー、と災害時の 避難の心得また備蓄の心得などをお知らせします。 さんやほー太鼓さんのところ大丈夫ですか雪とかあの火山とかそうだ火山のこともよちょっとちょっと触れましょうかね。 ラライフサポートラジオをおお送りりしております、えー、今ね活火山がちょっと動きが出てきて、あのー、ちょっとね怖いんですけれども沖縄県には火山があると思いますか私分からなかったんで調べたんですけれどもあるんですねはいえー、っとですね、まあ、日本には108の活火山があるんですけれども沖縄県は 2つあります。イオトリ島と入り表島、北北東海底火山。この2つの火山があるということです。まあイオトリ島は無人島ですね。で、えっ、ー、と入表入表の方はですね、えっ、ー、と割とね人が近くに住んでいますので、えー、もしあの 火山の活動状況に変化があった時はあの気象台からのお知らせをよく聞いてください、えー、そして火山情報には緊急火火火山山山情情情報火山情報、報臨時観測種類あります沖縄気象台が火山情報を発表した場合はこの近くを航行する場合や船舶や操縦する漁船などは十分に注意警戒してください はい、それでは今日の話題は、えー、避難の時の心得、そして備蓄の心得をお知らせしますえー、っとですね、はい、自然災害がもし起こった場合ね身を守るには この自分の家が危険にさらされる前に早めに安全な場所に移動して避難することが大切です、えー、そのために自分の家がどんな自然災害へのリスクが高いのかを知っておくことが大事です宜野湾市でねあのえっ、ー、とね何のサイズというのかなこれはかなり大きなあの全体の地図が載っている ハザードマップ出されています宜野湾市津波土砂災害ハザードマップこちら、えー、とありますので是非それを手に取って自分の家がどこを、えー、何色になってるかとか、ね、こう色分けされてたりしますので確認してくださいね。でそれを知った上で、えー、災害の予兆に早めに気づき避難するタイミングを逃さず早めに家族みんなで避難しましょう。 ね、あのどの辺りに向かっていくと安全なのかっていうね災害別に書かれていますので確認をお願いします。特に災害に弱いお年寄りや子どものいる家庭はより早めに避難することが大切です。 まあ、あの避難所に向かう避難所の、ね、確認も大事ですしそして、まあ、その場合によって避難所だけでなくてその都度安全な地域えどこか、ね、ショッピングモールとか何でもいいんですけれども避難できるところを確認しておくのも大事です。はい、続いて今日は備蓄の心得をご紹介します。 災害が発生した時に,生き,に生き抜くためには普段からの備えが一番重要です公的機関の備蓄の量や種類は多くありませんので自分の家に必要なものの備えは自分の家でやるようにしましょう備蓄といっても特別なものを買って出費する必要はありません。普段使っているるものを工夫するだけで上手に 備蓄できるローリングストック法というものもあります。えっとね。まず、あの災害が発生した場合、人命救助のリミットである。7。2時間3日間ですね。3日間は生存者の救助が優先されます。物資が届き、配給が本格化するのはそれ以降となります。 ですので、すの生き延びるために最低でも1人の一、えー、人3日以上の分を備えておきましょう、まあ、できたら3日から7日分備えておきましょう、えー、何を備蓄したらいいでしょうか、えーまあ、水それからまあ水を貯めておくタンクですねそしてカセットコンロなど それからですね衛生状態を保つもの簡易トイレなどそして、えーま、情報を確認するモバイルのバッテリーですとかラジオその他、えー、と懐中電灯、軍手などで普段から使ったり食べたりするもの炭水化物系ですねそしてタンパク質を取れるもの で栄養を補助するもの、そしてそれぞれの薬、そしてこちらも衛生状態を保つためにペーパー、ビニール袋、ウェットティッシュで、日用品、乾電池、ライターなどローリングストック法というのを先ほど言いましたけれども、こちら普段食べているものを少し多めに買っておいて。 食べたら食べた分だけ買い足して常に一定量の食材を家に備蓄しておく方法のことだそうです、えー、消費して購入するというのを繰り返していますけれども鮮度を保ちながらいざという時に備えることができますなので、えー、減ったらまた買ってで古い必ず古いものから使っていくということですね えーま、飲み物で炭水化物タンパク質で栄養を補助するものでが、まあ、4つ大きなものですねでそれらが、えー、と家に、まあ、常に、えー、どれだけあるのかという、えー、チェックする表などもねあの作ってでこの入れる場所とかもね決めておくとやりやすいんじゃないでしょうかね。 例えば水は今、家族の人数によりますね、えー、家族の人数とかも入れて計算して、まあ、計算、まあ普段の、ね、買い物からこう大体、まあ、いつもこれがあるなというのがそれぞれあると思いますので一定量常に,常に家にあるようにしておくと安心ですね。 皆さんのご家庭では、えー、非常持ち出し品とか備蓄とかありますでしょうかちょっとねあの平常時何もない時に確認していただけるといざという時に役立つと思います。 以上、今日は避難の心得備蓄の心得をご紹介しましたでは少し時間がありますのでもう一つ新聞記事です沖縄タイムス社会面からです船上で船の上で救命同意義務化小型船、えー、今日から施行船舶職員および小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令が1日 施行されました小型船舶、えー、からの海中転落による死亡事故を防ぐことが目的で船室外の甲板上では原則全ての乗船員に救命胴衣を着用させることが船長の義務となります。はい、今,日から今日からでですね小型船でも、えー、必ず 救命胴衣を着用することが義務付けられております自分の命を守る装備を必ず着用し安全・安心を確保してほしいと呼びかけています以上、沖縄タイムス、今日の社会面からでした サポートラジオ「安心・安全な生活を送るために」「FM 祇湾より田辺幸がお届けしました」「いざという時に行動できるように備えましょう」「それではまた来週この時間にお会いしましょう」